秋篠宮家の長女、眞子さまの婚約内定者である小室圭さんが、留学していた米国フォーダム大学のロースクールを、この5月に卒業した。本来なら祝福されるべきなのに、そんな声はどこからも出てこない。それだけではない。4月に小室文書を発表して以降、眞子さまにも批判が向けられるようになり、皇室を揺るがすような雰囲気なのだ。小室さんは、なぜこれほど嫌われるのか。理由はどこにあるのだろう。小室さんは、早くに父親が自死して、母親の手一つで育てられた。そんな中で ICU を卒業して、アメリカの大学に留学し、今や弁護士になろうとしている。さらに、婚約相手が内親王となれば、これほどの出世はないだろう。眞子さまに接近したのは、母子家庭という劣等感などもあって、世の中を見返したいという思いがあったせいかもしれないが、幸運にも、眞子さまの恋人になって婚約内定会見まで開いたのに、猛烈な批判が湧き上がって身動きが取れなくなってしまった。かつて、田中角栄も、極貧の生活から総理大臣まで上り詰めたが、これに対して、上流階級は成り上がり者と非難したものの、庶民は、今大功と呼んで称えた。ところが、小室さんの場合は、上からも下からも批判の大合唱なのである。小室さんにとって、4年前の婚約内定会見が絶頂期だったに違いない。1億5000万円の持参金がついた内親王を花嫁にすれば、自分の将来も安泰と思ったのかもしれないが、意外や歯車は、思わぬ方向に動いていく。どうも、その原因は、本人の資質や虚飾性にあったようだ。異変は、お二人の婚約内定が明らかになった翌日、小室さん一人が会見に応じた時からです。記者が何を聞いても、質問にはお答えできませんと言っていたのに、眞子さまと連絡を取り合ったのかという質問には、電話で行ってらっしゃいと言われたとか、ペラペラ喋ったんです。違和感を覚えました。皇族との会話をバラすなんて、絶対にやっちゃいけないこと。自己顕示欲の強い青年だなと思いました。秋篠宮殿下も、そのことを耳にして、困った、困ったと言ってたというから、すでに、この時点で、小室さんへの不信感を抱いたのだろう。異変や疑惑があれば、当然、マスコミ各社は動く。たちまち、父親の自殺や母親が霊媒師を頼っていたことなどが次々と明らかになる。年末には、母親の400万円借金トラブルも発覚した。母子が住んでいるマンションを訪ねると、持ち家ですがあまりにもチープすぎて狭いんです。母親がお菓子屋さんに勤務しているというから、そこの一族だと思ったら、現場で作業している人と聞いてびっくり。それなのに、国立市の国立音楽大学附属小学校に通わせるのにアパートを借りたり、6年間で1000万円以上の学費がかかるというインターナショナルスクールに通わせたり、どうなってんだ。と、収入がないのに見栄を張っているように感じられて、かなり異常でした。小室家の取材をすればするほど、不可解な金銭問題が出てくる。こんな家族が、皇族の一員になろうとしているのが信じられませんでした。虚飾が剥がれ始めていった。